なんか配信者の人も始めた人がいたりして、みんなが楽しくやってる中、なんか俺間違った道に進んでる気がするんだよな。俺バロラント2かエイペックス2しか予想できないぞ。今後また爆発的人気タイトルが出るとしたら、ガチのエアプでもわかるからな、なんとなくどっちが勝ってるとか。めっちゃいいバロは。実は CSGO 同じ 5on5 でも俺わかんないんだよね。年末年始のそうもろくない、最高じゃない。あれ年間通してのゲームで一番面白い瞬間。コントローラーでしょ。デバイス論争とかはマジでどこの界隈も一生尽きねえんだなって思ってたよ。俺ヒットボックスとかめちゃくちゃおすすめされたけど多分無理だね。キーボードで試してみたけどできる気しなかったよ。あれ直感的にできないし、理論値最強は正直最強じゃないと俺は思ってるわ。どんなゲームでも誰が使ってもある程度の強さが出るやつが絶対強いと思ってる。なんか格ゲーやる人はあんまりパッドを使わない理由がわかんない。始める人もいちいちやなんかレバー買ってから始める人とかいない。形から入るだけなんかね。へえ、4の名残なんかね。やばいね。まあパッドがいいってよりビクトリックスがいい。ビクトリックスでも俺普通に誤爆とかめっちゃあるけど、出ないとかたまにあるけど、まあ、出ない大体タイミングだし、意識して入力したらコマンドミスってのはあんまない。もう手癖になっててタイミングとか若干ずれてたり、無意識に変な癖がついてて変な体勢から打ってて指がね、操作コマンド入ってないとかなら未だにあるけど、めっちゃあるけど、意識してちゃんと打って出ないってことがない。これにして初めて俺ゲームで格ゲーできるようになったから、マジで感謝してる。このパッドにこれがなかったらもう俺多分格ゲーやってねえわ。どんなに意識してやっても出ないし、斜め入んないし。ビクトリックスがなかったら多分もうやってない。俺頭きてやめてる。今純正でやったら出る、絶対出ないわ。やってみるか。絶対出ないよ。ちなみに、あ、出るね。これあれだわ、補助輪で自転車乗れるようになって、補助輪なしでできるようになってるやつだ。あれちょっと待って、これ誤爆少ないな。こっちの方がもしかしたら、みんながストリートファイター、なんかツイッターとか見てると、なんか配信者の人も始めた人がいたりして、みんなが楽しくやってる中、なんか俺間違った道に進んでる気がするんだよな。俺ワイワイ楽しく、やっぱランクをカジュアルに、やっぱランク気楽にできるじゃんこのゲーム。ランク楽しくランクやってくかっていうところを、逆に俺ランクやらなくなっていくっていう、間違った道に進んでる気がする。俺格ゲーの深淵の入り口に立とうとしてるかもしれない。単発ヒット確認とか、これプラチナのうちにやることじゃないだろう。なんか上やつのリプレイ見すぎて理想がそっちに引っ張られるんだよな。実際それで勝てるようになってるし、でもにしてもこれはなんだろう。これ FPS で例えるとキャラコン捨ててる人だよ。これキャラコン捨てて、キャラコン立ち回り捨ててエイム練習だけしてる人だよ。俺 APEX で言うなら SMG ワンマグに全てかけてる人。あー、くそ、 FPS やっても勝てないからな。どんなにやってもぶっちゃけもう勝てないからな、あんなゲーム。1ヶ月やり込んだら勝てるけど、もう今やっても勝てないからな。でも新しい FPS だらまたやりたいな。最近だから長らくやり込んでる FPS なかったから、何でもいいんだよな別に。俺格ゲーだろうと FPS だろうとぶっちゃけ何でもいい。なんか、ま、なんかやり込めるゲームが欲しかった。やり込んでるゲームもう俺3年ぐらいないからさ、2年ぐらいもうゲームやり込んでないから。俺 Apex Legends 2でもいいし、 Valorant 2でもいいし、何でもいいや。やり込んだら別にある程度までは上手くなれると思ってるから。 FPS もね。まあただそれが格ゲーが今なんか新しく出た対戦ゲームが格闘ゲームってだけか。
でもこれをやんなきゃいけないっていうのは、なんかこういう細かいなんか練習しなきゃいけないっていうのは FPS に比べて大変な点かもしんない。逆に言えば決まってるから、アドリブのゲームだけど FPS は。だから俺 FPS で練習するの、練習とか座学するの嫌いなんだよね。やってた方がおもろいし、やってるうちに身についていくしな。あと意味ないし、エイム練習とか実戦でやるのが一番練習になる。でも逆に格闘ゲーム、今言ったように全部数字で決まってるから、なんか座学しないと。一番最初の頃はこれがこうでこういう仕組みでこれには勝てないみたいな、もう絶対に管理されて存在してるから、いいところで、ところであり悪いところでもあるかも。いきなりやりてえみたいな人には結構しんどい気がする。まあそんなモダンでやってハマってからでいいか。もう一回ぐらいやり込める FPS 欲しいけどな俺。なんかできないってよりはマジでやらないって感じだわ。新しい FPS 一番想像つかないな俺。格ゲーはなんか一周回ってやる人いそうだなと思ったけど、俺今後 FPS でそれこそバロラント2か APEX 2しか予想できないぞ。今後また爆発的人気タイトルが出るとしたら。APEX ありえんほど減ってんのはあれじゃない、みんなマスター行ってやめたんじゃない。今シーズンマスターすぐ行けるし、行けたし、さすがにマスター行ってからはやることないからな。それもあるな。俺毎シーズンランクの始まりだけやってやめてるし、俺も APEX 目標ランクに行くまでの APEX めちゃくちゃ面白いんだよな。そう、格ゲーもマスターまで行ったらっていう人いっぱいいるだろうし、バロはやっぱ大会があるのがでかいな。大会が流行ってる、やっぱめちゃくちゃ見てて分かりやすいかな。俺バトロワの大会は、まあ、やってる側はおもろいんだけど、分かんないからな、見ててあんまり。 5-on-5 マジで分かりやすいかな。全員死ぬか爆発成功したら勝ちだからね。マジで分かりやすいからね。俺もバロの大会はさすがに最近は見てないけど、俺やってない時見てたからな、大会だけ。やってない時でもぼちぼち見てたからな。実はスモークとかスキルとか一個も分かんないけど見てたことある。それでもなんとなく分かった。まあまあまあ、これがスモークで、スモークのなんか使い道とかなんかあんま分かってなくて、まあまあなんとなくでも、まあ車線切ってんだなとか、その程度の認識。車線切ってここで守ってんだなとか、なんか普通にジュピターの時のあるところ見てたよ。ガチのエアプでも分かるからな、なんとなくどっちが勝ってるとか、どっちが今このラウンド押してるとか。 UI がめっちゃいいバロは。実は CSGO 同じ 5-on-5 でも俺分かんないんだよね。今キルしたのとかキルログ見ないと分かんないし、エフェクト出ねえし、ダダダダダダって言ってる、マジでよく分からん。うん、まあ最後のエーペックスシェルカップはちょっと、まあ7でしたね。7でしたね。まああの時期のタルコフは正直面白すぎてな、気回らんわな。俺一つのゲームにハマったら他のこと考えられないんだよね、その間は。次のタルコフ、うん、何がアップデートされるか次第かな。サスハンと話してたけど、うん、なんだっけ、ストリートオブタルコフが新しくなって、うん、まあでもどうかな。俺は毎年年末年始のタルコフしかやらないかな、俺は。でもぶっちゃけ毎年年末年始は面白い、なんかちょうどいいんだよな、年末年始にタルコフやのって。世間の時間がゆっくり流れているあの年末年始という時間にめちゃくちゃ長時間できるあのゲームをプレイするっていうのはすごくちょうどいいんだよな。よっぽどすげえアップデート来てたらちょっとやると思うけど、来てなかったらやんないから、大したパッチ来なかったら。俺は年末年始のタルコフくっそおもろくない、最高じゃないあれ、マジでおもろいんだよな、一番おもろい。 年間通してのゲームで一番面白い瞬間、年末年始のタルコフは。そう、フェーズのあれもらったんだよな、アルティメットエディションみたいなのもらったんだよな。なんだこれ、なんかもらった。フェニックス
っぱりフリーと